シグアボ。ここの道沿いはすごい地名が変わってんの多いんですよね。ショート動画で今変な地名シリーズってやろうと思ってるんですけど、ここ一回来たらもう何本できちゃうか分かんないな。前聞いた話だとなんかわざと読みにくい地名にしてるって聞いたことあるんですよね。北条水軍絡みでなんか確かそういう風になってるって聞いたことがあるんですよね。結局敵が攻めてきた時に、地名の読み方と字が違うと混乱するんで、わざと名前を変えてるっていう、変わった名前にしてるって。全然字面では読めないんですよね、漢字見ただけじゃ。なんか前沼津市がやってたような気がしますけどね、なんかそういうここの変わった地名集めてなんかクイズかなんか。バス停見ないと読み仮名振ってないもんで、あーどうすっかな。でもいや、ここの集落、内浦の集落はちょっと味があるもんで、まあ、そっちの県道沿い走った方がいいんですけどね、バス停があるもんで、地名の読み仮名書いてあるから。この辺りの地域の集落の中走るのも面白いですよね。まあ海沿い走っても気持ちいいんですけどね、自転車の人はこっちの方がいいかもしれないですね。そこの信号左曲がってずっと、旧内浦小学校ですよね、あっちの方行くと。で山越えすれば中伊豆のどこ大人になるんですよね。大人かな、もっと手前かな、別に長岡かもしれないですけどね。去年行ってるんですけどね、ここ峠越えして、まあ今日もし行けたら行ってもいいかなと思ってるんですけどね、天気もいいもんで。まあとりあえず三ノ浦の方へ、三ノ浦の観光案内所か、あそこへ目指してますけどね。県道130号ですね。あ、そうだ、伊豆長岡水戸線って書いてあるわ。あ、水戸公会堂、じゃあここ電気屋さんだったんだ。またこの木造のなんだろう、家かな。アロエの花咲いてますよね。もう寒い時期ですよね、咲くの。
あそこで終わりか。いや、今日は本当こっちはいい陽気ですよね。あったかいんですよ。本当。結構もうあれですね。若い人で歩いてる人結構いましたよね。何人も。ああ、水戸の旅館街が。シーパラダイス見えてきましたね。ここで渡っちゃおうかな。じゃあ一回と思います。水戸シーパラダイスに到着ですね。ああ、ちょうどラッピングバスが出ますね。前撮ったかな。うん、こっちはお客さんいないな。中に入ってるのかな。あ、平日の普段ってこんな感じですよね。さっきの青島マリンパークもそうだし。まあ、ラブライブサンシャインのおかげで若い人たちに来てくれてるんですけどね。盛り上がってるっていうほどでもないですかね。やっぱあの人らをそんなお金使ってくれるようには見えないですもんね。ここからもちょっと中見えるんですけどね。ああ、子供の声がするな。じゃあ、行きたいと思います。もうすぐそこは、三ノ浦の観光案内所ですね。で、正面がもう長浜城址になります。まあ、この紹介ももう何度目になるのかわかんないけど。もう一回渡っちゃう。よし、ちょっと裏から回っていつも通り。あ、野焼きやってんだ。どうせ何も変わってないでしょうけどね。もうここも何度目になるか分かんないな。今日はキッチンカーやってる。この登り旗新しいやつかな。前なかったよね。やっと着いた。長浜城に着いたんですけど、まあ、もう散々撮ったんで今日はやめときます。で、今長浜城ここですよね。
で、対岸のこの三枚橋城を監視するためのお城だったんですよね。水軍の。今日これから帰りに三枚橋城、まあ沼津城ですよね。そこの跡を取って終わりたいと思います。でも水ん綺麗なんですよね、やっぱ、冬とか春先とか。このバスは撮ってなかったんで、多分。いやー、マンボウの干物って初めて見たの、これ。すごいな。どうやって食べるんだろう。沼津の街中に帰ってきました。今歩行者歩いてるのが歩み橋です。歩行者専用の橋ですね。で、そこを渡った先が、三枚橋城があった跡ですね。まあ、沼津城って言った方がいいのかもしれないけど、こういう風に鹿野川のすぐそばにあるんで、まあ水軍の拠点ですよね、言ったら。ガサガサ言ってるのは今ちょっと買い物寄ってったもんで買い物袋がガサガサ言ってますけど、こっちが箱根の方ですね。で、こっちが蛾乳洞の方です。まあ三枚橋梁は勝頼の時代の時は、武田の城だったんですよね。だから武田と北条が長浜城と三枚橋城で にらみ合ってたってことですよね。ここは沼津の中央公園になってます。沼津城本丸跡ですね。この中央公園は、三枚橋城と沼津城の本丸跡に位置していますですね。三枚橋城は天正7年だから1579年だから、もう武田勝頼の時代ですよね。で、まあ秀吉の小田原征伐の時に、あれですよね。まあ、どうなったんだろう。廃城になってんのかな。ああ、廃城にはなってないんだ。秀忠の時代まではあったんですね。うん。だけど一応廃城になっちゃったんだな、やっぱ。工場使用。徳良城に対抗して築城したって書いてありますね。ここに、汚いけどあるな。いろいろ年表もあるし。水の家が代々持ってたってこと？ここは。まあ、こんなとこですね。これで終わりたいと思います。